を切ります。この挑発を中村です。中村慎吾です。慎吾さん、その前に疲れたな。ちょっと待って、ちゃんとしゃべますね。まずですね、まあ、みんながね当たり前に言うようなね感謝とか楽しかったとか、まあ、そういうのはまあもちろんあるんですけど、なんかまあ普通に喋ってもつまらないんで、まあ、ちょっと手短に終わらせるんで、ちょっとまあ今から頑張ってまとめますけど、本当にねもうみんなね、授業には出ないわ。なんかもうすっげー仲良くなったね。もう親友が留年するわね。もうほんと散々だよこの部活はね、マジで。ほんとにまあクソだなってみんな。ほんとね、なんかもう嫌いなとこばっかりなんですけど、まあね、嫌いなんですけど、みんなのこと嫌いなんですけど、なんかまああれですね、それだけね、ちゃんと人のことをね、嫌いなとこ見つけるぐらいミスなのかなって思います。なんか嫌いなとこもいっぱいあるんですけど、いいとこもいっぱいあったなって思いますね。まあまあまあ、そうそう、それができれば俺は満足かなって感じです。まああんま俺喋っても仕方ないんでね。あとちょっとだけいいですか、時間を。来年ラスベガスやるって聞いたんですけど、ギターの人は誰ですか？タツキと、はい、ちょっと前に来てもらっていいですか？俺はラスベガスで引退するから、ラスベガスのバンディ着るつもりでいたんですけど、今日 ABC じゃないですか。これあどういうことかっていうとですね、まさかこれが無事無事の子供。おお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 、これを大好きな秋広にあげて、来年はラスベガスをやってもらいたいと思います。秋、来年よろしくね。以上です。ありがとうございました。3年間楽しかったです。ああどうもどうも、せめせめ、あどうも、いろいろ3年間ありました。川島です。喜んで。そうですね、いろんなことをしちゃいましたね。すいませんでした。そこからバレたらどうするんだろう。そうですね、まあ反省はしてるんですけどね。それはちょっとガチでダメですから、ね、効率だからね。飲んだら乗るな、乗るなら飲むな。川島です。そうですね、反省はしてるんですけど、3年間で一つも後悔してることありませんでした。で、恥ずかしいねこれ。なんかアンジュさんも同じようなこと言ってたから、ちょっと真似しようかなと思ったんだけど、なんかそうさっき慎吾がねアッキーにあげてたから、どうしようかな。来年ドラムやる人、はい、何欲しい？
今でもいいでしょ。いいよ。今。マジ。お、すごい。何よ。すげえ。何よ。何よ。何よ。すげえ。ありがとうございます。次の曲で使うんですか。終わったらあげるね。なんか後輩に伝えることとか特にないって言うけど、なんか結構そういうのちゃんと考える人間なんですよ。そう、反省は大事、反省は大事で構成しましょう。以上です。どうも島口です。なんか喋るつもりなかったんですけど、一つだけ言いたいことがあったんですけど、僕今の1年生とか2年生とか多分知らないと思うんですけど、僕ギター部入ったのが僕が2年生の時の、あれ1年生の時は1年3月に入ってて、12月ぐらいに入って、でなんか、まあ、その時すごかったんですよ、髪色とか。でなんか周囲、なんか風の、まあ、本当かどうかわかんないんですけど、周平がめっちゃ俺のこと嫌ってるって言ってて、でなんか、え？なんか同じ話4回ぐらい、俺はお前が入った時はなんかこいつなんだよとか思ったみたいな話をめっちゃされて、で、あ、もうそれ聞いてよみたいなやりとりをもう多分入って4回ぐらいしたんですよ。まあそんななんか僕をね、そう、同期の3年生、まあ、お祝い2年生だけど3年生のみんながこう受け入れてくれたのが本当に嬉しくて、それが本当に入ってよかったなって一番思えることでした。そうっすね、それだけが一番3年生に伝えたかったのがそれだけだったんで、もう悔いはなくボーカルもできたし、オリエンも出れたし、まあ、なんだかんだロックレスもですごい楽しかったです。本当にギター部入ってよかったです。なんで途中から入ろうかなと思ってる友達とかもしいたらぜひ誘って、でなんだかんだ続けてればいいことあると思うので、やめないで、3年間やることに意味があると思うんで、やめないでください、後輩の皆さん。わかりましたか？はい、はい、あと2曲あるんで、頑張ってみます。この番組で本当にこんなにすごいバンドに、いや、違う、いたしないっす。こんなに本当にすごいメンツとやらせてもらえて本当感謝でいっぱいで、なんか形に残せないかなと思って、ちょっとささやかなものなんですけど、ちょっとプレゼントを用意したので、新刊も一緒にできて、こんな最後の12月祭も一緒にできて、すごい私はすごい感謝してます。で、その形にしたくて、たつきと2人で、今日の日付と、バンド名とイニシャルが入ったフィックを作って、記念にもらってください。すごい。
え、めっちゃ G がうまい。一緒じゃん。いや、違うよ。イニシャルが違う。あ、一緒か。ありがとう。じゃあ、彼らとの思い出をすべてこの曲に載せたいと思います、ショートバットシームスロングタイムオーバーアワーライフという曲です。聴いてください。
俺たちこれ。なんかそういうのがね、気を流して。目が。25分。